どうもポンシュラです。今回は最近この劇場版編のキャラにつけれるユニフラが実装されましたよね。このフラグは蛇行と射光が基礎なしで上がるのでかなり火力が上がるんですよね。今回はこのフラグをしっかり Z にしてきたので極ベジにつけて使っていこうと思います。パーティーはご飯ちゃんをピン刺しした紫染めですね。それではやっていきましょう。このご飯ちゃんには本当に浴び噛み合ってないんで火力は多分サタン並みだと思います。さあ来ましたね。お相手さんは劇場版編パーティーにウルベジピン刺しですね。うわ環境パーティー来たな。これめちゃめちゃいかついな。初手は経由持ちのベジットでいきましょうか。さあよろしくお願いします。まずは離れましょう。おい遠距離打撃が飛んでくる。鎖国ベジで殴っていきましょう。連続で打って、うわカバちゃんしてくるか。まあまあまあちょっと100点時のゲージを貯めれたのでいいですね。ちょっと待ってこれ大丈夫か。大丈夫じゃないね。痛すぎるね。クイックアタックから打撃いきましょう。で速圧作る。よっしゃ速圧しっかり対応して。ちょっと待って危ねえ。えこれさやばいよ。ゴックベジバカ強いよこれ。うん、ここは特殊で必殺持ってきちゃってキャラチェンはしてこない。まあいいや、とりあえず必殺ぶち込みましょう。さあ飛ばすんじゃない。いけよいしょ。いや飛ばさないけど射撃で、うわかぶせてきた。バカうまいんだけど。いや属性振り向こうあるけどまあ耐えれるんじゃないかな。オッケー、ここで有利属性になって耐えてる耐えてる。変えてきたら変えましょう。オッケーオッケーオッケー。さあライジングだったらこのねご飯ちゃんを捨てればいいだけなんで、いいぞ調子いいぞ。めちゃめちゃ火が高まる。ちょ待ってそれさすがに気絶は引かないでしょ。いや大丈夫だ。オッケーベジブル君で受けていきましょう。落ち着いてくださいブロリーちゃん。よいしょ。うん無理もう勘弁してくれよ。いやどうしようこれ。いや究極切ったから耐える。オッケー打撃にはしっかりカバチェンしていきましょう。えこれさ必殺つながるの。それだけ教えて俺に。あ絶対つながってないこれ。おなんか噛み合ったぞ。さあいけ。うん、アビ噛み合ってないから。うんち軽くすぎ。メイン切っちゃってボールハックしていって跳ねましょう。危ない。あれあバニなかったっけ。あそっかブロリーにバニ奪われたんだ。そっ開票見しちゃって。オッケー魂の開票見決めて。オッケーオッケー。まあ復活キャラなんでね。さあ射撃からつなげていきましょう。帰ってこい。よっしゃいいよ跳ねて。うわオッケー開票聞こえた。もうこれ止まらんぞ極ベジ。ここはもうキャラチェンタクチェンジしましょうか。さあ行くで行くで。オッケー帰ってきた。マジかよ。さあ泥足があるんでよし行ける。行け。いやさすがに有利属性だから効かないか。まあまあまあいいや。とりあえずバニ回復もしていって特殊ぶっぱとかしてきてくんないかな。やべ危ねー。えバカなんでは。キャラチェンしてなかったんだけど。絶対ご飯ちゃんにキャラチェンしてると思ったんですけどまあしょうがない。ベジットブルー君がいれば勝てます。速射いっちゃって単発で抑えてさ突っ込んでこい。よっしゃこれはバニがないんで確定ですね。よししっかりベジット落としていってメイン切っちゃいましょうか。タックル。いやこれ回避見てでいいや。とりあえず回避見て言うと。おっけ突っ込んできた。さあバニ回復もしますこれで。あバニ回復するけどユニギでバニなくなっちゃうか。強っバカ強い。キャラチェーン回避して何してんの。よしいいぞ。ここどうしようかな。殴っていきますが外しましょうかここで。オッケーオッケー。バニ使わせたでかいよ。これもう勝ちでしょ。だってお味さん場にないもん。よししっかり復活していって突っ込んでこい。よっしゃ勝ちました。これベジットブルー君の射撃で落とせるよね。よっしゃ。今回の試合は序盤に極ベジで相手のパーティーをめちゃめちゃ削れたのがでかかったですね。対戦ありがとうございました。いややっぱ極ベジの火力はすごいですね。僕の極ベジ4突なんですけどあのフラグをつけたことによってどういうこと。これ多分ボットじゃないですよ。ボットは A フラグとかついてるはずなんですけどなんか D とか E とかついてる人が来ましたね。まあとりあえずやっていきましょうか。さあよろしくお願いします。とりあえず跳ねときましょうか。やっぱボットじゃないよね。ちょっとラグいもん。おっとファースト取れた。でかいですよ。もうこんなん止まらんや。最強じゃん。極ベジが最強ですこのゲーム。押しに乗るなよ。はい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 。止まりません。ぶっぱしてきそう。オッケーぶっぱしてきてくれる。あ止まりませんこれ。あ極ベジが最強です。いやまだまだ最強すぎんマジで。クイックから射撃いっちゃいましょう。オッケー入った。うわ強い。よっしゃ入れ込み打撃をしっかり勝っていってエレフ見ていきましょう。
所詮俺たちの敵ではない。いやめちゃめちゃかっこいいわ。対戦ありがとうございました。さあ来ましたね、お相手さんは劇場版編パーティーに身勝手ピン差しですね。これ誰出てくるんだろうな、お相手さん。あ、ゴジブルが出てくるんなら極ベジのベジータ側がめちゃめちゃ無双しそうですね。さあよろしくお願いします。まずは跳ねましょう。突っ込んできそう、突っ込んでこい。回避回避しといて、オッケーオッケー。あー、ここはとりあえず必殺ぶち込んでいきましょうか。身勝手こい、よっしゃ。めちゃ、え、強っ、え、バカ強いやん。さあ耐久稼がないとやばいよ。危ねえ、詳細して単発で抑えて、ゆっくり抑えて、ちょ怖い、ガチ怖い、ガチ怖い。回避見てでいいや、回避見て必殺打ちましょう。オッケー、いや入んないか、まあしょうがない。跳ねてオッケー、触りとく取れたよ。ここはワンパンしろ、よっしゃ強すぎ、お前最強だ、欲張っちゃいます。よっしゃしゃ、今の普通に やばいプレイしすぎだろ。まあまあ有利属性なんでいいとしましょう。危ない、単発で抑えて U 字ムーブ、めちゃめちゃうまいね。うん、ここおっと、これはカバチェンできますよ。でお相手さん場になくない、射撃打っちゃいましょうか。お相手さんも打ってくる、オッケー、最速取った。ライジング行きましょう。いや待って、そっか、こいつ踏ん張りつくのか。てかこいつ落とせる。このご飯ちゃん全然浴び乗ってないんですけど、いや読まれていくか。まあまあしょうがない、結局落とせなさそうだったんでね。面切っちゃって跳ねましょうか。最速取りたい、クイックアタックから、あぶねえ、射撃行きましょう。オッケー、噛み合った。さあここは一回ベジットブルー君に経由して極ベジで殴っていきましょう。強すぎマジで。タックチェンジから必殺持ってきて、あ持ってきたかさっき。とりあえず打撃でかぶせて即発、よっしゃ即発し、バカもう今遅れたわ。オッケーオッケー、でも耐久が稼げたんでなんとかなりましたね。いや危なすぎ、ちょプレミア多すぎるわ。オッケーオッケー、ライジングはしっかり復活のご飯ちゃんで受けていきましょう。よしよしよし、さあピッコロさんにしっかりお亡くなりになられてもらってタックル回避いきましょう。射撃から場にあるかな、お、なんか入ったぞ。さあごはんちゃん頑張れ、お強い強い強い、結構強いぞ。アビ噛み合ってなくてもまあまあの火力は出してる。これメインなんだっけ、何それ、何したの今。ここは射撃からつなげて強っ、ベジットもめっちゃ強いわ。ここは究極で落としに行きましょうか。本気を出すか、おお降参か、すごい降参ショット取れましたね。いや今回ちょっとプレイめちゃめちゃ荒かったんですけど、極ベジの強さはめちゃめちゃ出ましたね。やっぱフラグをつけたことによって火力が全体的にめちゃめちゃ上がってますね。対戦ありがとうございました。さあ来ましたね、お相手さんはまた劇場版編パーティーですね。もう流行りすぎでしょ普通に。さあよろしくお願いします。速射いっちゃいましょう、友人ムーブで。うわキャラチャンスしてくる、めちゃめちゃうまいぞ。あーここは極ベジのチェンジゲージ貯めていきましょうか。まあまあしょうがない、いやめちゃめちゃうまいぞこの人。うん、ここはチェンジゲージ溜まりそうなんでご飯ちゃんで受けていきましょう。ちょ痛い痛い痛い、え、ピッコロ強、ピッコロ強いね君。クイックアタックから射撃まで行きたいな、これ入るかな、入んないか、避けてオッケー最速。さあ殴っていきましょう。極ベジのチェンジゲージはさっき溜まったんで、ちょっと待って、その交代禁止ないに、その交代禁止ないに、そのちょ勘弁してくれ。いや圧引けないんかい、ちょっと何今の交代禁止強すぎない、単発で抑えて特殊でびっくりみたいな、これ。いやこれどんくらい食らうの、これどんくらい食らいますか、頼む死なないで。あぶねえ、いってあぶねえ、回避みたい、オッケー回避みて射撃撃って、あぶねえマジで死ぬとこだった、跳ねましょう。回避みたい、オッケー回避みて射撃撃って、オッケーでっけ、ここはとりあえず必殺でいいかな。え、これ死ぬんじゃない、え、あ強っ、いや待ってクイックでこれ落とせないかな、さっき速圧だったんで、いやクソ落とせないか、跳ねて特殊切っちゃおう。回避してる、回避圧してくれ、僕はやる、してくんないか、跳ねて跳ねて回避見てでいいや、回避見て必殺打ってオッケーオッケー、さあ行け極ベジ、いいね強いね、クイックアタック行きましょう。オッケー跳ねて、危ない、ここは必殺でいいや、いやマジか、避けられる、あご飯ちゃん捨てていきましょう、危ない、よいしょ、あ死んじゃったね。もう有利属性とか関係ないやんこれ。オッケー噛み合った、あピッコロちゃん、うわ待って、そっか打撃カバちゃん知らないよそんなの、僕覚えられないそんなにキャラの性能。あここは面切っちゃおう、待って交代禁止、何それ、ちょライジングかぶせよこれ、怖いわマジで、一気に畳みかけるぞ、何してくるの今から、何してくるんですか、タックル当たっていいや、危ねえ、面切っちゃおう、回避を見せます、
よいしょ、なんか入った、でかい。さあ射撃で落とせ、強いぞ。大丈夫か。いいや、タピオカ出てくるか。いや、これライジング打ったらダメなんだよな。あぶね、回避見てでいいや。回避見て特集じゃなくて究極打って場に回避します。いや回避読み、ちょっと待ってくれ。いやこれマジでコンボ無限なんで、いやご飯ちゃん捨てていこう。さあどうにかして極ベジにライジュンをぶち当てたいですね。タクル来るか。まあしょうがない、射撃ちょうだい。オッケー、でかすぎ。いや待って、そっか、待って、こいつ踏ん張りつきやん。ちょっと待って、もう何回忘れんの俺は。まあまあとりあえず踏ん張りまで削りましょうか。オッケーオッケー、踏ん張りまで削っていってタックル回避いきましょう。オッケー、ホワイトさんもタックル、もう一回タックル回避いって速圧。お、ここは攪拌もらえる、暴発しないか、うまいぞ。やべ当たっちゃった、危ねえ、速圧いっちゃおう。危ねえ、なんとか助かった。うん、ここはタックチェンジして殴っていきましょう。さあ強いですよ、いいよ。これピッコロ出てくるかな、やめて。射撃ちょ、バカミスった、ちょ待って、ミスったミスったミス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 です、ミス。いやもうこれ止まらんやん。究極切ったっけ、切ってないよね。いやもうベジットブル捨てよ、結構硬いぞ。お、結構硬いぞ、マジでマジで結構硬いぞ。あ待って、撃っちゃってる。あーもうやられた、あぶね、ちょ怖い怖い、あぶね、最速通ったでかすぎ。ここは絶対出てくる。あ、まあいいや、とりあえず必殺でいっか。オッケーオッケー、よしよしよし、タピオカ落とせたんでこれでタックチェンジできますね。タックチェンジから射撃いっちゃいましょう。オッケー入った、でかいよ。さあこれはバニーを使わせたいぞ、射撃いっちゃいましょう。オッケー入った。これ特殊何、必殺持ってくる、いや持ってこないか、まあまあしょうがない。射撃からバニーを使わせたいんで外しましょう。オッケー入った。さあこれはタックチェンジして持ってこれる、よっしゃ、ナイスすぎ。いややっぱりゴキベジは体力回復がエグすぎますね。何回も死にそうになったんですけど、ゴキブリ性能でしっかりまくれましたね。対戦ありがとうございました。ということで今回は新フラグで超強化したゴキベジで暴れていきました。いやマジで火力エグかったですね。今回経緯もあったのでゴキベジの全盛期の時くらいの火力は出てましたね。このフラグは超次元共闘でしかドロップしないということで、厳選するのはかなり大変だと思いますが、面白くてかなり強い性能してるフラグだと思うので、ぜひ皆さんも作って使ってみてください。それでは今回はこのくらいで終わります。では